新規ビギーステーション、今日のお相手はチャンミンとブチャンだ、ジェジュンです、うん、よろしくお願いします。答えが遅いですね。はい、もうさて今日で3回目の放送となるわけですが、もう気がついてみればもうすぐツアーがスタートしますよね。あ、もうすぐですね。どうします、まあ、今も本当に考えて準備してますけど、はい、本当に楽しみです。うん、はい、もうどんなツアーにしたいとかもありますか。はい、ちょっと去年のファーストツアーより感動とか、はい、本当に格好いいなパフォーマンスを伝えると、上げる、そういうツアーをやってます。去年はちょっとバラードの方が多かったので、はい、まあ 感動がちょっとどのぐらいはあったじゃないですか。はい、まあ、今回はダンスのダンスなんかが多いので、はい、まあ、お客さんからの反応が、まあ、すごいねって、まあ、こういう反応が出てくる。すごいね、頑張ってます。頑張ってます。頑張りたいです。はい、まあ、僕たちも楽しくて皆さんも楽しい、そんな超楽しいツアーに知っていければと思います。はい、ぜひ遊びに来る人は楽しみにしていてください。はい、はい、それでは東方神起ビギーステーション、今日はこの曲からスタート。東方神起で塩汁ラバー。東方神起ビギーステーション、東方神起ビギーステーション、今日は私チャンミンとジェジュンでお送りしています。はい、前回の2人の放送聞きましたか。聞きました。あ、聞きました。本当に面白かったんです。あ、面白かったです。いや、3人でも、まあ、そんなに面白いんですね。うん、結構面白いです。いや、また感動もらいました。また感じたことあるんですけど、いや、チャンミン君のイディオンが本当にうまいですね。いい、本当にうまい。いや、だんだん良くなってます。前言ったんですけど、それ買いかぶりです。正直な僕のちょっと気持ちです。はい、うん、もういい。でも、うん、今ジェジュンの目線はもう前の二人をもう悪口したいってもう言ってるんですけど。はい、あ、まあ、僕は大丈夫です。、はい、大丈夫です、メンバーだったら。はい、さて、それではここで一通メッセージを紹介したいと思います。誰が。はい、あ、僕ジェジュンから、はい、紹介してみます。はい、はあ、ラジオネーム、うん、あ、亀さんからのメールです。はい、はい、東方神起の皆さん、はじめまして。あ、今日は東方神起の音楽の、まあ、ルーツを聞きたくてメールをしました。ルーツ。はい、あ、皆さんはちょっと歌が超うまいですが、何歳ぐらいから歌手になろうと思ったんですか。うん、まあ、それとどんな音楽を聴いて育ったんですか。まあ、皆さんが尊敬してるアーティストは誰ですか。で、いや、うん、ルーツってちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、東方神起にとっては、うん、まあ、アカペラが中心なんですね。東方神起は、はい、東方神起が、まあ、尊敬するアーティストは、まあ、アメリカの、うん、はい、ボイツマン、と、まあ、リアルグループ、スイスのリアルグループ、アカペラグループなんですね。はい、まあ、日本では、うん、まあ、特に好きなアーティストがいるとコスペラス。あ、コスペラス、本当にコスペラス、アカペラうまいです。上手です。尊敬してます。はい、もう個人的に特にも尊敬したりもそういうアーティストはいますか。僕は個人的には、うん、まあ、最近は、うん、フランキー・ジェイで、まあ、アーティストが出るんですけど、うん、本当に歌が上手だし、うん、音楽が本当に好きな、素敵なんです。うん、もう以上は僕はブライアン・マクナイトさんの、うん、本当に大好き。さすが、うん、大好きなんです。もう僕もシャミもブライアン、うん、僕はちょっともうたくさんいます。もうブライアン・マクナイト、うん、もうヨランダ・アダムス、うん、マライ・ケリー、うん、そしてスティービーワンダー、スティービーワンダー、本当に大好きな、尊敬するアーティストですね。はい、もうまだ僕たち東方神起はもう平均年齢がもう20歳ですよね。はい、まだ若いのでもうちょっと実力を上げるために頑張らなきゃいけない気持ちに、うん、気にもうたくさんなります。
東方神起の、まあうん、バックグラウンド、うんはい、バックグラウンドには、まあ、本当に東方神起に、うん、なんか歌について本当になんか助けてくれた、うんまあ、そういうスタッフさんが本当に多かったんですよ、うんうん、それで、まあ、音楽の勉強に、うんうん、なったと思います、なったと思います。うん、歌は何歳から始まったんですか？いや僕は、うん、ジェジュンは？いや歌はもちろん、うん、生まれた時からもう少しずつなんですけど生まれた時から、はい、天才じゃないですか、まあ、はい、まあ本当に頑張って練習したのは、うん、僕が高校生の時から、うんはい、本当に頑張ったんです。ゆちゃんは？小学生の時から歌手になりたかったです。結構昔から、はい、小学生の時6年生の時からですね、はい、小学生6年生からアーティスト、歌手になったことです。チャンミ君は？チャンミも僕は中学3年生から、はい、ちょっと他のメンバーよりはちょっと遅かったかもしれないんですけど、うん、その時から好きになりました。あ、うん、いやでもまあそんな短い時間で、うん、チャンミが知ってる音楽は本当に、ね、たくさんあるんですよ、はい、まあ、むしろ僕よりもっと知ってる、もっとたくさん知ってるんですよ。ずっと僕は買いかぶりだと思う言ってるじゃないですか。そんなことない、はい、そんなことない、やめましょう。ここでもうだんだん自画自賛になっているので、はい、ではこの辺で曲に行きましょう。聴、はい、いてください。東方神起でハイタイム。東神起ビギステーション、東方神起ビギーステーション。ここで僕たち東方神起からのお知らせです。セカンドアルバム5 in the black 発売中です、ね、はい、そして東方神起セカンドライブツアー2007 5 in the black 5月10日中野サンプラザからスタートです。オープニングでもお伝えしましたけど、うん、もうすぐです、うん、みんなで楽しいライブにしましょうね。しましょう、はい、詳しい情報は番組のホームページをチェックしてみてください。ここから僕たちへのメッセージも送れますからね。 www.jfn.co.jp/東方 www.jfn.co.jp 早いんですよ。www.jfn.co.jp/東方です。あ、難しいです。東方のスペルは T-O-H-O です。番組ホームページには収録風景の写真も載せていますので、ぜひ覗いてみてください。はい、東方神起ビギーステーション、東方神起ビギーステーション。今日のお相手は私、チャンミンとユチュンタロジェジュンデ、はい、それではみんなからのメッセージどんどん紹介していきましょう、はい、ラジオネームマッキーさんからのメッセージです。皆さんはじめまして、マッキーと言います。はい、私は来月人生初の合コンに行きます。今からちょっぴり緊張しているんですが、東方神起の皆さんは合コンはしたことがありますか？というか、韓国には合コンというものがあるのでしょうか？僕は正直言えばしたことがないです。僕も、僕もないです。お、今ないんですか？はい。あ、本当ですか？合コンって、チェジュンは嘘、チェジュンは嘘、僕がそんなイメージですか？はい、いや、合コンをするのが問題じゃないんですよ。あ、全然悪くないんですけど。悪くないのでやったことありますよね？ないんですないんです。一回でもやってみたいんです。あ、もうチャンミも本当にやってみたいです。それで、はい、僕は子供の時にお父さんに、もう僕を本当に大学を入りたいです、もう理由は、うん、本当に大学生になって高校を、本当に嘘じゃなくてマジで合コンのため、うん、やってみたいです、正直。でも、まあ、東方神起の、まあ、メンバーになってちょっと難しくなったんですね。あ、本当にやったことないですか？あ、もやりたいんですけど本当にないんです。信じられないですよ。信じられないです。本当に真面目で、はい、真面目で真面目で
本当に一回もないです、はい、信じてください。はい、あ、ゆうちゃんはじゃアメリカでも毎回ないです。本当に一回も。今もう高校と言えやりたいんですよ。本当に今も若いんですけど、もうちょっと若い時から練習生になって、本当に期待がなかったんですよ。韓国ではもうミーティング、ミーティング、英語でミーティング、ミーティングって言うんですけど、本当に本当に やってみたいです。次のメッセージ行きましょうか。そういう気持ちで、はい、行きましょう。はい、はい、寂しいです。ラジオネーム、はい、京子さんからのメールです。はじめまして、遅ればせながら番組スタート本当におめでとうございます。ありがとうございます。まあ、東方神起が番組をやると聞いてもう超びっくりです。びっくりでした、本当に。ありがとうございます。はい、だってまあみんな忙しすぎてラジオなんて、まあ、できないと思ってたから、でも本当に始まって嬉しい限りです。はい、みんなは日本にいるときは、まあ、休みとかあるんですか。まあ、休みのときは何をして遊びんですか。まあ、日本での好きな遊びとかありますか。日本では、行ったことあるとこは、原宿、原宿、横浜、まあ、もちろん、まあ、プロモーションとか、まあ、仕事をやるから、まあ、全国の、まあ、いろんなとこをやってみたこともあるし、昌民君は、まあ、特に好きなとことかありますか。これはですね、特に東京に住んでいるんじゃないですか、私が。それでも近いので原宿、買い物ができるんじゃないですか。最近は時間があんまりなくなって、もう買い物できてないんですけど、もうたまに時間があれば買い物しに行ったりするので、僕は原宿だと思います。もうゆちょんは？僕はですね、時間があれば行きたい場所があるんですけど、どこですか？温泉。あー、温泉。本当に行きたいんですよ。温泉が本当に有名なんです。でも温泉のイメージ本当に強いんじゃないですか。行ったこと1回とか2回あるんですけど、で最近もちょっと時間が足りないので、また時間があれば行けたいんです。はい、行きましょう。はい、じゃあ今日はここまでですね。はい、そろそろコーナーも決めないといけないなと思っているんですが、みんなからのメッセージを読むのが本当に楽しくて、もう勉強にもなるんですよね。はい、もうついついコーナーを決めるのが遅れちゃってますけど、そろそろコーナーも決めたいと思うので、もうしばらくお待ちください。もちろんみんなから送ってもらってるコーナー案も参考にしてますよ。はい、ということで今日のラストナンバーいきたいと思います。東方神起で Miss You。